ちょっと歯石が気になったので取ってみます。使う道具はこれとゴムの磨く棒と歯医者さんで使ってるのと同じやつですね。これを使います。はい、ひめちゃん。ほら、ちょっと嫌だね、痛いね。万全のリハビリを行ってきたが、やはりまだ歌いながら長時間立ち続けることは難しいらしい。果たして復帰を待ちわびた多くのファン、天使の歌声を届けることはできるのだろうか。ちょっと痛いね。はい、いいよね。いいよ。うん、ちょっと痛いね、嫌だね。我慢しな。ここ大事な派だよ、ひめちゃん。やっぱり私は、自称、はい、グルメラヨシカズっていう名前なんですけど、グルメラヨシカズっていう名前なんですけど、食べることが大好きで、まあ、ちょっと入院生活が本当に半年以上ちょっと今回長引いてしまって、病院のお食事も大変美味しくいただいたんですけども、やっぱりいろんなものが、なかなかお子が見えません。お口が小さい子だから。ほら、はい、いいですよ。姫でやります。この子も目の病気があるので、この軟膏を目につけてます。とにかくマズルコントロールができれば何でもできます。目薬が涙と一緒に出ちゃうと効果がないので、まぶたをちょっとつまんで持ち上げるようにして空間を作ってあげると、
眼球の周りに薬が全部回りますので、やってください。はい、こっちね、こうやって両方でグッと開いてあげれば目が開きますから、眼球の目頭のところにちょこんと入れてあげて、ちょっとつまんで持ち上げるようにして、薬が浸透するまでしばらく押さえててあげればいいです。いいよ、ライト、ライト、この子やったことない子です。はい、こうして目を開いて、ここでちょんとつければいい。でこっち開いてちょんとつければいい。まぶたの上と下を指先でちょっとこう開いてあげて、ちょっとですね。はい、いいですよ。ルナもやんの？はい、ロゴも何もないけども、はい、目をこう開いて、よいしょ、大きいからよく見えるでしょ。でちょんとつければいい。でこと、こら、ことこう持ってぐにゅーんと持ち上げてあげれば、はい、こっちぐっとぐっと開いて、で入れます、ちょんと、こんな感じです。